河合貴則君民進党新緑風会の河井貴則と申します 3人の先生方には大変貴重なお話を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。いよいよ TPP の特別委員会も大詰めに向かってまいりまして、私たち参議院では、かなり幅広な議論をこれまでさせていただいてまいりました。ただ、どうしても、進学論争と申しますか、やっても大丈夫だというのと、やっちゃだめだというところの最後のところは、理屈抜きにしたところで対立してしまっておりますので、なんとなく、 空回りの状況がずるずると続いているように、残念ながら感じております。あの、私の方から、もう、いくつか、私自身が、まだ疑問が解けていない問題について。え、三人の、お、三名の先生方に、ちょっとお伺いをしたいと思います。あの、先ほど、吉川委員が、ご質問されましたが、i. S. D. S. 条項について、であります。で、私、あの、この i. S. D. S. 条項について、まあ、もともと、自由貿易。 協定の中で、取引のルールをきちんと守らせるためにということで、ISDS 条項がもともと他の FTA にも組み込まれているということであり、そのことが日本が倍で結んでいる自由貿易を、 これまで円滑に運営してきたということについては、これ、理解しておるんです。だから、これがあるから駄目なんだということは、決して申し上げるつもりはないんですが、実は先ほど、遠藤参考人がお話をされましたときに、大丈夫ですかという質問に対して、お、ま、そ、あ、あらくおっしゃったのは、第9章の投資の章に書かれている文言、大丈夫だという根拠になっておりますのは、 TPP や他の国際協定で違反があったとしても公平公平、公正・公平待遇義務違反にはならないと、投資家の正当な期待を裏切っただけでは、義務違反にはならないという、実は文言が書き込まれている、TPP の中にこれ、書き込まれております。でまあ、これまでナフタで大変なことがあったとかっていったことも議論されておりますが、それよりは踏み込んで、実は ISDS に記載が入っているのは事実なんです。 ところが、ですねその義務違反にならないという書き方にしかなっていないわけでありまして、ではその義務違反というのが、一体何を定義にして義務違反と言ってるのかという、義務違反自体の言葉文言の定義が実はないんです。なんかこれもわけのわからない話になるんですが、したがって、何が義務違反なのかがわからない以上、恣意的な認定が行われることで、ISDS 条項違反として、何らかの形で日本がアメリカに訴えられる可能性があるのではないのか。 かということを、を実はあの11月15日の TPP の特別委員会の集中審議で、えー、質問させていただいたんですけれども、何をおっしゃっているのか分からない答弁しか返ってまいりませんでした、したがって、あのこれ、遠藤参考人にお伺いしたいのはあの、何をもって義務違反と定義つけるのかということについて、先生はどう捉えていらっしゃるのかということをお伺いしたいと思います。よろししくお願いします遠藤参考人 えっと適切なお答えはあのできないかもしれませんけれども、あの基本的に社会保障制度あるいは医療保障制度というのはそれぞれの国が固有のですね理由と資源を使ってかなりそれぞれの国異なるものを持っているわけであります。それはそれなりの合理的な根拠がありそれぞれの国の非常にその福祉のためにできているものでありまして、まあその。 そこの差ががあることがですねそのグローバルスタンダードから見て貿易のグローバルスタンダードから見て価値があるだろうという議論はおのずとですね制約がかかるというふうに私は思っておりますのでそういう意味では。あの その医療保障あるいはもう少し広く社会保障制度のかなり根幹に影響を及ぼすようなそういうような内容であればですねそれは決して義務違反にはならないというそれは個々の,あの国があの本来主体的に行うべき内容でつまり個々の国の教育の制度に対してえ貿易のルールでもってえ何か修正しろというようなもので近いものでありますのでその辺のバランスで考えていくのが適切ではない。これは私私の的な感じ 考え方は法律家ではありませんのでわかりませんが社会保障を研究している人間としてはそういうふうに思います当然貿易のルールが言及できる制約というのは当然あるだろうとまあそこの辺のところが一つの境界になるだろうとこのふうに考えております河合君はいありがとうございましたおおむね実は政府のご答弁と同じような、えー、実は、えー、お答えを頂戴したわけでありますがあの私も実は と申しますかずっと思っとるんですが、日本の医療保険制度は世界最高のものだと思っております、したがいまして、このシステムをどう守っていくのかということについては、全力でその取り組みをしていかなければいけない、したがって、この TPP を進めていくことが、我々日本にとって本当にメリットになるのかどうなのかというところを、やはりきちんと検証しなければいけないと思っております。 であのこれまでの日本は、えー、自由貿易で損はしなかったと、間違いはなかったということを、えー、繰り返し政府もおっしゃっているわけでありますが、あくまでもそれは、えー、日本よりも経済規模の小さい日本の方が優位の状況での合のこう、えー、協定でありますので、えー、アメリカと実際に協定を結ぶということを考えたときにあの、すいません、これはもう、あの情緒的なことにをも申し上げることになるのかもしれないんですが、あのー アメリカの大統領選挙で、えー、一連のドタバタがあって、えー、そのことに対して えー、APEC の前にトランプさんのお宅に行かれてにもかかわらず、その後、TPP 離脱だという話が突然起こってしまったというような、あのあ,あいう、いわゆるその外交を行っていく上での情報収集、リスク管理も含めて、ああ,あ,あいう状況の中で本当に日米の FTA というものを進めていったとき、大丈夫なのというのが、素朴な私の実は危機意識ということであります。 あのすみません、私がしゃべってても仕方がありませんので、ISDS のお話で、先ほど遠藤参考人がおっしゃいましたことに関連してということなんですが、あのここまでは守られてきたというのは間違いない事実でございます。ただ、ここから本当に守られるのかということをどう想定して、そのリスクがあるのであれば、そのリスクをどう塞いでいくのかということを議論していかなければいけないと思うんですが、では続きまして、国民皆保険制度のことについて、これは3名の参考人に同じ 質問にお答えいいいたただきたいと思いますであの国民皆保,保険制度は守られるんだということについては、一旦 TPP 交渉では確認はされているわけであります。えー、しかしながらあの、サイドレターに、えー、こうしたあのいわゆる国民皆保険制度も含めた将来の保険制度、 まあ日本の場合には国民会保険制度を指すわけでありますが将来の保険制度について協議する用意があることを確認したという実は書きぶりになっておりましてこれ明記されております従いまして今現状国民会保険制度は大丈夫な状態で協定は結んだけれども今後数年後 国民替保険制度のあり方自体もどう見直していくのかということが、協議で今後変わっていく変動、流動的になっていくということを前提として考えると、これまでご説明いただいた前提条件が崩れてしまうことになるわけでありまして、この協議する用意があると。 国民皆保険制度、保険制度について協議する用意があると、えー、協定されていることについて、そのことの意味をどう捉えていらっしゃるのかということを、3人の参考人にお伺いしたいと思います。遠遠藤藤ささん失礼しましままままた遠藤参考人、はい、あの私はまさにあのその あの医,療制度医療保険制度について、えー、両国で協議をするということであろうというふうに思ってこれはあ,のあくまでも協議をするということだということでありまして、まあ、そこに何がしかの義務を双方負うというような話ではなくて、まあ、協議をすることはまあ義務かもしれませんがその結果をどちらかが受けなければいけないということではないということだと思いますむしろ私は教えを請うのはアメリカが日本の制度を学ぶという意味では意味があるかなというぐらいには思っております。私は 基本的には日本の,その医療保険制度は冒頭申し上げましたように最高だと思っていますし、アメリカの医療制度は非常に問題があると思っています。ただ、一言言っているのは、この TPP によってアメリカのシステムが日本に入ってくるというところが、ちょっと十分理解できないということを先ほど来、申し上げているわけでありまして、そういう意味では日本の医療保障制度のいいところを米国に教えてあげればいいという私は個人的には思っているということで西尾参考人。 基本的には自分だけ良ければいいという大変身勝手なですね米国の考え方主流,主流です、それがそういうものがですね日本の解放権を取り入れるわけがないオバマケアだってパンクしてますよねいろんな抜け道作ってそれが現実ですよで実際に例えば先ほどあの吉川議員があの言ってましたけどジェネリックの問題にしても知的財産権でまあとにかく8年最,最短8年になりましたね。 でさらにジェネリックをその後作ろうとしてもとにかくあの時を持ってる会社の,にあの許可がいるとかねいうことになってずっととにかくジェネリックも作れない確実にこれは薬剤師上がりますよ間違いなくそうしたら医療それだけでももう医療費はパンクしますよ多分で実際にそういったあのターゲットはですね日本の薬事制度そのものがターゲットなんだっていう個別のですねなんぼ高くするとかって話じゃなくてですね制度そのものがターゲットになる これが障害になっている、障壁になっているということで崩しに来ているわけですから、いずれ付属文書に書いているように、護保険も見直しされるでしょう、でそれが形ばかり維持されたとしてもです、ね、結局、新しい治療法がどんどん保険診療に入っていかないという形に僕はなると思います。実質的に名ば,名ばかり残るかもしれないですけども、えー、とあれですねあの、どん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 給付範囲っていうか、保険で見れる範囲が縮小していく。 本当に最低限のね、あの医療しか受けれないと、それ以外は全部ですね、自主でお,お支払いください。ないしは保険会社から払ってもらうくださいという形になります。それがもう本当にあの病院だけじゃなくて、あの金融投資が、保険会社が含めてですね、トータルに仕掛けているのが仕掛けられているというふうに考えていただきたいと思います。確実にダメになります。もう医療費はパンクします。そして、それ、それが皆保険を実質的には崩壊していくと。 いう道に繋がると思います。あまりにもあの楽観的すぎますね。そんな日本人のようなお人よしじゃないです。アメリカ人は本当に自分だけ得すればいいっていうような連中です。はい、あの言葉は悪いですけどね。<laughs> まさにそうですよ。いやいや、普通はそうじゃないけど、今仕掛けてる企業家の発想ってのはそうです。だから公共性に考えみねったなんてとんでもない話です。昔レントゲン博士はですね、X 線を発見しましたけど、これは人類共通の財産だからって言って特許申請しませんでした。 今そうじゃないですもうと、とにかく特許を取って、知的財産権でとにかく大儲けしようという、そういう社会です、重々そういうことをやっぱりあの自覚すべきだと思いますね、あまりにもお人よしです、日本人は、そしてあの公共性だとか透明性をあ犯してるかどうかっていうのは、アメリカが決めることでね、中虚の委員が決めることじゃないです、これは。第5参考人、えっと、TTP で 国民皆保険制度なんていうのは、これは誇張 <coughs> だというときに、私自身は財政面から揺るがすとか、そういうことずっとこれ言ってるつもりです。日本の公的医療保険制度をアメリカの民間にも委ねてしまうとかいうふうな意味で、TTP が国民皆保険制度を壊すというふうなことを私は言ってるつもりはありませんし、日本でもそういうことを言ってる人はいないと思います。ですから 進学シ争ガクロンしてるのは誰がやってるんだろうと、そういう土俵に話を移してる方が、私はシ学ガクロンやってるんじゃないのかと、問題の核心をそらしてるとで、先ほどちょっとありましたけれども、じゃあ、アメリカが実際に何かやってくるなんてことがその足場があるのかということですけど、この2の6章、透明性腐敗防止のところに、付属二26の A があります。最近私はは制度をめぐって非常に問題なのは日本も アメリカもこのコストと言わないで、価値ということを言ってるんですね。価値を維持しなくちゃいけないという言葉をよく使います。例えば、この25日経済財政諮問会議に塩崎大臣が提出されたペーパーっていうのを私は見ましたが、イノベーション推進費用対効果による価値に基づき、上司後の薬価引き下げを引き上げを含め、価格設定の本格導入をすると日本政府自身が引き上げもあり、うるということを明記明言しているんです。 そのときの土台になるのが価値なんですね。一見、価値というと、イノベーションを大事にしようというふうな印象を与えます。そのことが、先ほど言った付属書の26の A の原則のところにですね、こういうこともあることは、私は非常にこれは問題だと思っています。その原則の D のところで、競争的な、これは競技事項、競技に入るときの話の原則ですよ、競技に入る。競争的な市場の作用を通じて、 または医薬品もしくは医療機器の客観的に示された治療上の意義を適切に評価する手続きを採用し、もしくは維持することにより、医薬品および医療機器の価値を認める必要性、これを原則としてシェアしましょうと言ってるんですね。このあたりが非常にアメリカがいろんな主張をしてくるときの、私は原則として入ってるわけですから、大いにこのあは私は要注意だと思っております。君 はいいありがとうございましたあの薬価製造自体がターゲットだと西尾参考人がおっしゃいましたが、実は、あの民主党が与党だったときの、今から4、5年前になりますが、当時、私、薬事法の改正作業チームの委員長をやっておりまして、現在の医薬品医療機器等法案。 もともと仕込んだ人間ということでありまして、したがってこの薬価の在り方ということについては、まあ、安全性の確保とイノベーションの両立をどう図っていくのかという観点から、えー、あらゆる検証を半年以上かけてやらせていただいたことを、今、お話を聞いてて思い出したわけでありますが、あのせっかく遠藤参考ここにいらっしゃいますので、えー、この、えー、繰り返し繰り返し、あのモノクロのアル交代のお話が出てくるわけでありまして、あの話題のオフジー 人型抗皮ト p d 1モノクローナル抗体医薬品というわけのわからない名前がついているものなんですけれども、これ、もともとこれほどまでに医療費が増大した理由は、もともと悪性黒色腫だけを適用にしていたのを適用拡大して、視床細胞型肺がんと確か腎細胞がんだったと思いますが、60倍ぐらいに確か適用、症例数が増えたと。 対象症例が増えたそのことによって一気に 総額の薬剤費が膨らんでしまったということを理解しております。であの私、日本の,その薬価の制度の計算の在り方についてなんですが、従来の医薬品の薬価の考え方というのは、これまで積み上げてきたものということで、問題ないと思っているんですが、オーファンドラッグや、今回のようなウルトラオーファンドラッグと呼ばれる薬の研究開発を行って上司していったときに、従来の医薬品のような薬価設定のやり方をしていると、 当然、企業もボランティアで薬を作っているわけではありませんので、研究開発費、数十年の期間と数百億円のお金をかけて、かつ2万分の1から3万分の1の確率でしか売れる薬が作れないという、ばくちのようなビジネスをやっていることを考えると、一定の期間内に薬価を回収しなければいけないという製薬企業の気持ちは分かりますし、それがなければ、もそもそも研究開発しないと、こういう話になることも理解はできるんですが、少なくとも ウルトラオーファン、オーファンというカテゴリーの医薬品については、薬価を設定するにあたって、適用拡大に連動させて、薬価の見直しをどう行っていくのかということの装置がもともと組み込まれてなければいけなかったんだと、私は実は理解いたしております。そういう意味で、これまで積み上げてきた仕組みというものとは別に、今後、気象疾病に対して、 患者さんが少ないから、もう薬はないよと言われている分野がいっぱいあるわけであります。それを薬を医薬品会社が作ろうとしたときに、お金かけなければ作れないのであれば、そのお金を国が負担するのか、もしくは製薬企業が負担するのだったら、一定期間で最低限、 えー、赤字だけは出ないような枠組みというのをどう守っていくのかといったことのやっぱり議論はしていかなければいけないと思っております。で、あのそうした枠組みも含めてあの、アメリカの場合にはそんな、えー、デリケートな判断せずに、国民皆保険制度もなければ、えー、医療保険制度も、えー、ろくなものがないということでありますので、えー、そういう今、日本も大丈夫だと、えー、おっしゃいますけれども、えー、突っ込もうと思えば突っ込める、突っ込まれる余地というのはゼロではないという状況の中で、今後、 今後アメリカとどう向き合っていくのか自由貿易の枠組みの中でどう向き合っていくのかということが求められているわけでありますあの薬価制度の今後のいわゆる高額医薬品の在り方についてバーダリ的な薬価の見直しということではなくシステマチックな薬価の見直しということが今後求められると思いますがこの点について最後に遠藤参考人にお伺いをします遠藤参考人あの。 ご指摘のとりだと思いますあの類似薬効比較方式原価計算方式という方法を使って新薬の値段を決めておりますけれどもいろいろと改良も加えているのですけど今回やはり非常に大きな問題点が浮き彫りになりましたで原価計算方式の場合は最初に予定されている予想販売量というものをベースに値段を決めますけれどもこれが後で、えー、効能追加になりますとマーケットが大きくなるのでそれでは非常に 会社側にとととってて利益がが多すすぎるるいうこでで今回引き下げているわけですがもう一つ類似薬効比較方式の場合は途中で適用拡大をするとこれまた市場拡大再算定の対象になるという仕組みになっておりますがその2つを組み合わせるというような考え方と今,今委員からお話ありましたけれどもそういうものもありうるだろうともいずれにしましてもあの薬価基準の考え方についてはあの。 今後真剣に検討していく必要があるというふうに思っておりますで、これは何もアメリカがどうのではなくて日本固有の課題日本の財政状況から一手の課題こういう意味で考えるべき話だろうというふうに思っております以上でございます河合君どうもありがとうございましたこれでは終わります